楓さん、彩香でお願いします。はい、よろしく、よろしく。彩香ね、彩香人気やな。彩香、彩香いいね。流れに従います。彩香3人連続彩香かよ。マジかよ、いいよ、やってやろうじゃねえか。武器バンガン結録、バンガン彩香は、まあ、回心が度安定します。攻撃もちょっと安定、ダメージバフが不足するので、生物は、まあ、氷2セットは必須。絶縁4でもいいよ。螺旋とかで現地が足りないなって思ったら絶縁4も合う。氷剣として合ってるね。スコア 39.6、 羽 44.9、 レベル高えな。時計は攻撃時計 35.9 かな。で現地付き杯が氷バフで 24.9、 冠が 34.2。 まあてか 34.2 のこの冠やべえな。 HP が1回伸びただけか。でそれ以外は全部回心か。 3.9 どうだ。え、5回伸びてんのか。え、なんかおお、very good。 ステータで、バンガン彩香なんで弱いわけないっす。バンガン結力で HP の 1.2% だから、22000の 1.2% だから264かな。だから攻撃力2300ありますしね。率ダメも高い、率ダメ、な、攻撃もある、率ダメもある。でダメージバフはちょっと 61.6%、 46.6 足す15だけど、まあ彩香こういうテンプでダメバフも伸びるし、まあ、全部揃ってるわけです。カズハもいるしね。ナイス。無凸テンプレベルは999。ああいいですね、全部リーチ。私の彩香も多分999かな。うん、わかるわ、なんか彩香ってそういう感じ。あ、爆発に保管使ってたかな。私の彩香どんなんだったっけな。とでも彩香は普通にスキルも爆発も銃撃も全部使う。あ、そう、一緒だ、999だね。まあ次保管使うなら絶対爆発なんだけど、なんか999にするよね。わかるわ、なんかね、ショウ様とか彩香とか、まあ、全部使うキャラクターは全部テンプレベル上げがち。カズハいるのも偉いですね。武器は鉄砲、なるほど、十分でしょう。2人目、テンハルさん、彩香ファルカっていうゴツゴツムキムキのおじさん欲しい。なんか妄想入ってるけど、確かにファルカは筋骨隆々でムキムキで、なんか性格がいい明るいおじさんのイメージがあります。元素は風かなって思うけど、わかんないな。あ、雨の間だ。武器は雨の間影打ちです。まあ、彩香と相性いいっすね。まあ、元素スキルを当てるたびに印が溜まって、爆発使ったら印の分だけエネルギー回復します。36かな ?2 秒後に、彩香の爆発消滅は80族なんですけど、印3つ溜めたら、貫突で36回復して、まあ、44かな。そうだね、彩香の爆発だいぶ回転良くなります。まあ、弱いところは特にないな。攻撃上がるし。で、回心が伸びないんですが、強風4で回心を支えてます。素晴らしい。すこ、うなんだこの花。50.5? なんだこれ。化け物やん。で、しかも HP5.8 だから、フータを似合うのか。やばこの花。50? 回心だけで50か。そっか。えーぐいな。羽。38.8。はいはい。悪くない。時計。攻撃時計。あ、強いね。スコア 42.0 で熟知44。高月が、まあ、コリバフ一択だね。一番やばい。あ、え、今日見た生物の中で一番やばくない？あ、テンハル。テンハルさん。おめえのこのコリバフ坂月がナンバーワンだわ。スコア 51.0 あって、強風のコリバフ坂月だよ。はあ、これが1位だな。今日は。おめえのこの坂月がナンバーワンだ。属性1のスコア51。文句なし。冠が 28.7 か。ああ、強いでしょ。すごいね。雨の間で、まあ、攻撃力2100あって、強風4ですから回心安定します。ほら。相手が氷元素の影響を受けてるだけで 20% 上がります。で氷元素共鳴もあれば92です。回心率92で、まあ凍結してたらさらに 20% 上がって、もう確定回心になっちゃう。回心率もちゃんと上がる。回心ダメ235ある。現茶は 100% しかないけど、雨の間影打ちを使ってれば、まあ、爆発はエネルギー36回復して44族だから、雨の間影打ち使って出る彩香今まで見てきたけど、おめえが最強かもしれん、テンハル。うん、やばいわ。攻撃力ある、ある。率ダメもちゃんとある。まあ氷4だしね、ある。現地100だけど、雨の間影打ちだったらそんなん44族だからもう十分すぎる。まあ現地は180とか200みたいなもんだからね。
完璧です。無凸テンプレベルトリプルクラウン、これはねやばい。なんか武器キリギリ持ってんじゃないかっていうぐらいの率ダメだしな。これキリギリ引いたらもっと化け物になっちゃうな。でもカズハも持ってるんで。あれカズハ鉄砲、テンハルさんも鉄砲、カエルさんもテンハルさんも鉄砲だ。でしかも2人とも武器レベル80。なぜに、すげえ仲間なんかもしれん。まあ、カズハ持ってて偉いね。次神格とか引いてもいいかもな、僕来たらね。最後ナルさん、あやかでお願いします。流れにしたよ、絶縁秘境、うー頭が。あやか攻撃力高いね、2100。雨の間かな、なんだこの武器。あ、カゴ釣り瓶一心、カズハの持ち武器ですね。まあ、通常銃撃落下が敵に命中すると風が巻き起こり 15% 攻撃力が上がる、で 180% の物理ダメージを与える。まあまあまあ、でも悪くはないんだよなこの武器。だから精錬ランクの上げようがないのがちょっと気になるけども、まあ悪くはない。継続時間8秒で8秒ごとに1回だしな。まあ攻撃力が 56.3% 上がってって感じ。このビジュいいね、カズハの伝説にもやらなきゃな私も。まあ精錬ランク1なのがやっぱり気になっちゃうんだけどな。さあ、じゃあ生物は、まあ、標風4とかになるんじゃないか。会心も欲しいしダメバフも欲しいから、そうだね、標風4だね。スコア 42.4、 羽 37.8、 時計、攻撃時計 32.7、 原茶付き、偉い。杯氷バフ一択、氷バフ 17.9、 28.4。 あ、よ、人の世とはこうも、え、白露と泡のように、え、氷バフ属性値 43.2 だ。あれ属性一致のスコア45へ杯ってこんなポンポン出るもんなんか。あれか、みんな綾香好きなんだ。いやそう、神里綾香ってさ、まあ、めっちゃ便利じゃん。あの引いたらもうずっと最初から最後まで綾香、原神始めて一番最初に綾香引いた旅人ってさ、まあ、綾香どこでも使えてしかも強いから、探索でも秘境でも螺旋でもずっと綾香にお世話になって、綾香大好きなんよ。多分正義箱も全部標風開けてんちゃうかな。そうでもないと説明がつかん、こんなみんな標風のレベル高いのは。ん、 21.9、 現地は10点よ。うん、なるほど。カンブリアまだ伸びしろあるかな。でも10って十分強いわ。で、かい、あー、いいね。会心50、会心目207、まあ、標風4で 20%、 凍結してればさらに 20%、 氷共鳴で 15%。 うん、まあ、氷元素キャラと一緒に使ってれば、まあ、安定して 85% は維持できるね。いいんじゃない、原茶もあるし。おもろいな、カズハの持ち武器うまく使えてると思います。恐怖用なのが偉いね。星座が無凸、テンプレベルがトリプルクラウン。カズハは、カズハ水力4、武器再霊。ああ、いいと思います。まあ、みんな綾香レベル高いんだよな。綾香原神で結構な旅人は持ってるのかな。まあ、原神の顔を、今稲妻の顔だからね、綾香。まあ、ライデン将軍と綾香だと思うねんな、稲妻といえばだけど。みんな好きなんやな。私よりもみんななんか標風4のレベルが高い。ちょ、恐れ入りました。ちょっと私も標風頑張らなきゃね。はい、じゃあ楓さん、ナルさん、テンハルさん、ありがとうございました。またね、ぜひ遊びにいらしてください。